今回は中村二段のネット後の対局を見ていきたいと思います。黒番が中村二段で、白番が中国のプロの方ですね。で、白がすぐに三三ですね。で、こちらに切りまして。まあ、これは。黒はね。 右辺を大事にする打ち方ですね。まあ、こういうふうに打って。で、ここまで打ちまして、黒は右辺のね。大模様を広げていく作戦ですね。で、こちらに打ちまして。まあ、白もここ、定石はですね、もう一手。こちらに行って。 打っておくのが定石なんですけど、まあ、これだと。係とかで。今度は可変広げ。られるのが嫌だったということですね。で、つけていきましたね。 で、ここででここここちらにしししまたたね。ね。れが天才的な一手でした、ねまあ、ここは不敵のセンスが現れるところなんですけど凡人はね飛びなかなか、まあ、ここに帽子ですねここの帽子なかなか打てないんですよね。まあ、ここで一番普通の手はですねこちらに詰めてるのが普通ですね。で中村二段何が嫌だったかというと詰めるとここに白に飛ばれるのが嫌だったということですね。 まこういうふうに考えてみると中村二段がなぜここに帽子に打ったということがわかるかなと思いますね。まあ、これは黒飛び打ったら白も飛びで、まあ、これで模様の広げ合いになるんですが、まあ、こうなった時にですね右辺のなんとなくですけど右辺の黒の大模様よりも左辺の白の、まあ、左辺から下辺の白の大模様の方が、まあ、なんとなく広いですので。 まあこ,うこれで別に黒が形勢悪いということはないんですけどこれで互角なんですが、まあ、この後桂が嫌だったのかなと思いますね。まあ他には黒の選択肢としてどういう選択肢があるかというともう先に左辺に入ってしまうという打ち方ですね。まあ、これだと荒らし合いになりますね。これは大模様を作らない作りたくないっていう打ち方ですね。 まあこれもいい手ですねこれも考えられる手で、まあ、こうなると白としても下辺じっくり二件ぐらいに詰めてまして、まあ、これはお互い模様を消し合ってゆっくりした後に、まあ、長期戦を目指すような碁形になるのかなと思いますね。まあ、ここら辺は本当に自分の棋風だったりセンスだったりで打ち方が分かれるところかなと思いますね。まあ、どう打っても一局という局面ですね。 で白はこちらに桂馬に受けましたねまあ少しでもね黒の模様を減らそうという意味ですねで黒は今度は下辺に入ってきましたねでこの時にこの飛びがいい手でしたねこれやっぱり相手の大模様を意識してるんですねこの飛び打ったことによって黒の大模様が消えてるんですね 中村二段の当初の作戦としては右辺に黒の思いを作るという作戦だったのでまあそういう意味でもこの飛び絶好点ということがわかるかなと思いますねなので黒はどんどんね下辺に入ってきましたねでここで受けないで反発した手がいい手でしたねお互いに気合の相手の手を 相手の言うことを聞かないで。反発しやってますね。でこちらにぶつかりまして。まあこれはですね、竹譜の両の時という形なので。まあこれは。白いい形なんですね。 でここでですね、こちらにつけた手、これが厳しい手でしたねこの白の、全体の白を攻めようという手なんですよねちょっと気づきにくい打ち方でしたねこれ結構黒も怒ってますねこれも力強い打ち方でしたね でこちらに打ったんですけどこれ曲がりなので伸びてれば普通でしたねまあ、これで白としてもまあ、こちらにグズミぐらい打って連絡するぐらいなのでまあ、この形はですねここが利き筋なんですよねまあ、ここが効いてるのでまあ、こんな感じで打ちましてまあ、なんとなくこの真ん中の黒とね下辺の黒を連携させてこの全体のね下辺から右辺の全体の 白を攻めて。まあ、これは黒悪くない。打ち方まあ、こういう打ち方も考えられたかなと思いますね。まあ、実戦はですね。こちらに打ったんですけど。それから伸びたんですね。これなかなか切っていくのが無理無理気味なんですよね。まあ、こういう風に打ってもですね。こちらに。 打たれてまあ継ぐとですね跳ねられてこれ種石が全部取られてしまうので継ぐ手がないんですね。なのでちょっと黒切っていくのも無理気味なんですね。なのでこちらに打ったんですが結局切れないのでなんでなのこ黒のこちらに打った手とこのグズミの効果がちょっと悪手になってますのでまあ単に伸びる方が良かったのかなと思いますね結局。 あの伸びるのであればね最初からこの交換は必要ないので打つ必要がないので単に伸びるのが良かったかなと思いますね。でここで白切ってた手が厳しい反撃でしたね反撃でしたね。まあ、ここはつなぎでつなぎで打てば普通なんですけど。 まあ、これで白つながっているので、まあ、こう打つのが普通なんですけど、なんか、まあ、ここが効いてるのでね。こんな感じで。やっぱり、先ほど解説した通り、こんな感じで打たれるのが嫌だったのかなと思いますね。まあ、実戦はこれで反撃しまして。で、切ってた手が厳しかったですね。ここのね、ぐずみが効いてるので、まあ、ここまでいけるという判断ですね。 もう黒も最強に打ってますねでここの2目は取られたんですけどこれ外側、まあ、封鎖することができまして黒は。で外側素晴らしい厚みを作ることができたのでこれは黒全く不満ない別れかなと思いますね。これ黒が ポイントを取ったのかなと思いますねでこちらにこれ後手でもね本手ですねこちらに打って黒いい形で厚みを作ることができたのでここでは黒が少し打ちやすい展開かなと思いますね。で黒が少し優勢かなという局面なんですが。 シルが分断して攻めてきたんですねただこちらに切る手がいい手でこれ種し取れてるんですねこちらによっても取れてますねで種し取れてるんですけどここに跳ねたてこの手が大事件になってしまいましたねここは ま、こちらに跳ねたんですがこちらに打たれてこれはちょっと大事件なんですね、まあ、どうしてかっていうとつぐ手がないんですねついでしまうと取られてしまってこちらの白石助かってしまうんですねでこの白石が助かってしまうと下辺の黒石も危ないし左辺の黒の大石もこっちの石も危ないのでこれ両方危ないので これ黒潰れ黒なんですねなので、まあ、ここはですね羽を打たないで素直にねこっち打てば種子取れてますのでこれ種子取るよりなかったのかなと思いますね。まあ、こうなると白も当てて当てて切り、まあ、があるのでつなぎぐらい。でで飛び 黒生きてるんですねまあ、出た時にこっちに1回打ちまして渡ってまあ、白が何か受けてくれれば黒手を抜いて先手で生きてるんですねまあ、左上は大きいんですけどどうして先手で生きてるかっていうとこういう手が無理なんですねここの次が利き筋なので白が手を抜くとここに打つ手があって で3目取る手がありますのでこの形はですね黒からここが先手なんですねこういうことなので、まあ、白が何か打ってきてもこちらに打てば、まあ、ここがまず一眼ありまして下辺にも一眼あってスペース2つあるので黒無条件で生きてるんですねこういう形になってしまって で、第1件が起こってしまいましたね。まあ、こんなようなことになってしまったんですけど、結局この種石が助かっているので、まあこの助かったということでやっぱりちょっと黒としても弱い石ができてしまったので、まあここでははっきり。黒が？逆転されてしまったのかなと思いますね。で、この後はもうしばらく垂れるんですが。 白の血押しがちしとなりました最後はどういうことになったかというと黒はですね結局この左上の白ここら辺の白は取れたんですが下辺の黒が最終的にはこれ取られてしまったんですね。なのでここが取られてしまうとここ取れてもですねさすがにちょっとはっきり字が足りないということで投了も仕方なかったのかなと思いますね。 というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思いますよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました